おい、ここはいたずらで入ってよい場所ではない。即刻立ち去るがよい。え、そんな、ヌラリさんのおかげでここまで来たのに。ヌラリさん、いや、シン君、この時代ヌラリさんは僕たちとは初対面だよ。そうだった、見た目が一緒だからつい。ならん、人間があの大会に参加するだと。そのようなことは許されておらんぞ。待て、ヌラリ、みんなヌラリって呼ぶんやね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで過去の世界の高城邸に行こう。はい、来てます来てますってことで、あれやね、あの外におったイツキとタエに話しかけようか。ここは一体どこなんだ。ここもしかして2階。は、1階だった。はい、来たー。よし、もうずっとね、2人のことをほったらかしにして、私はウスタさん探しをしていたわけだけれど。どうも、イツキ。タエ、ああ、お前たちって、なんか見ないうちに仲間増えたな。まあ言って1人やけど。何そんな見渡して。お、そこの新入り怪しいな。何者だ新入り。坂見ハリアだ。ハリアはさ、ちょっと前まで敵だったんだけど、いろいろあって仲間になったんだ。何、敵だって。まあまあまあ、昨日の敵は今日の友と良いじゃないか。まあ仲間は多い方がいいさ。お前たちが連れてきたやつだし、認めてやるよ。何様、誰目線。誰目線。一応あれね、人間の時の名前で自己紹介するんやね。ねえ、イツキ、それよりほら、舞踏会の話。ああ、そうだった、まずいことになってたぞ。エンマ舞踏会の開催までもう時間がないんだ。私たち何度もエンマ宮殿に行ってるのに、ちっともエンマ様に会わせてもらえないの。そのことなら心配いらないよ。これからエンマ大王に直接お願いしに行こう。おい、お前話聞いてたか。俺たち何度も頼みに行ってるんだぞ。あ、二人だけでもう妖魔界めっちゃ勢いやん。よし、いいからいいから。さあ、もう一度エンマ宮殿に行くよ。ノリノリ。はあ、なあシーン、本当に大丈夫なのか。俺に任せてよ、きっとうまくいくからさ。エンマ宮殿ってことはあれよね、普通に妖魔界に行ったらいいよね。雲外境。さあ、妖魔界へ。ゴー。はい、到着。私が到着するのを待ってから、速攻で、速攻で走って、て、て、て。アクアイスランクやったんよね。ってことはまだ開けない場所か。ち。さて、エンマ宮殿へ向かおう。一応前はね、全然取り合ってもらえんかったけど、なんでそんな端っこの方も走りよん。よいしょー。ウィスパーが一緒でも全然ダメやったけど、今回はいけるんでしょうね。まあ一応紹介状があるけん大丈夫か、今回は。今度こそ通してください。ウィスパーのことは知らんかもしれんけど、一応書いてもらったんです。はい、どうも。まったく懲りない奴らだな。何度来てもここを通すわけにはいかんのだ。ほら、やっぱりな、俺たちの事情も説明したのに聞いてくれね。まあまあ、いつき、いいからちょっと見ててよ。門番さん、見てくれ、今日の俺たちにはこれがあるんだ。エンマ大王の謁見許可書を門番に見せた。それはもしやヌラリヒョン様直筆の許可書。そうそう、エンマ大王様直属の護衛としてこの者たちの面会を許可するとな。いつの間にそんな偉い妖怪と知り合いになったの。すげえじゃねえかお前たち。ちょっと未来でいろいろあってね。よし、さあ門番さん、ここを通してもらおうか。俺たちはエンマ大王も、
大王様に直談判しに行くんだ。クロウ、お前たちの苦労話は毎日嫌というほど聞かされてきたが、この二人が説明しよった。そんなお前たちがどういうわけかヌラリヒョン様まで味方につけたとは。人間のガキも大したもんだな。めっちゃ笑いよ。エンマ大王様とのお目通りを許してやる。さあ通るがいい。やったー、ありがとう門番さん。怖いけどいい人だね。わしの名前はクロウニじゃ。そこんとこ覚えておけ。了解です。エンマ大王と一見しよう。やったー、通れるー、嬉しい。めっちゃ遠いやんと思ったけど自動的に連れてきてくれたわ。うわー、門でっか。ここがエンマ宮殿？すっごく広いね。あまりキョロキョロするなよ。舐められても知らないぞ。うわ、すげえ鬼だらけや、怖。めっちゃ怖いやん、やば。何これ、鏡？あ、鏡っぽいね、なんか映った一瞬。急激に現れたけど。クローニが門を開いたと知らせがあったが、まさか人間の子供が入り込むとはな。あ、過去のヌラリヒョンやけん知らんのか。おい、ここはいたずらで入ってよい場所ではない。即刻立ち去るがよい。え、そんな、ヌラリさんのおかげでここまで来たのに。ヌラリさん、いや、シン君、この時代ヌラリさんは僕たちとは初対面だよ。そうだった、見た目が一緒だからつい。ああ、俺たちはエンマ舞踏会に出場するために来たんだ。エンマ大王と話をさせてもらおうか。ならん。人間があの大会に参加するだと？そのようなことは許されておらんぞ。待て、ヌラリ、みんなヌラリって呼ぶんやね。大王様、この者たちの腕にあるのは妖怪に力を引き出す魔導鏡。ヌラリよ、ただの悪ふざけでここまで来たとは思えん。この者たちの話聞いてみようではないか。御意にございます。はい。エンマ大王様、俺たちの家族は妖怪に魂を奪われちゃったんだ。何？妖怪に魂を。ああ、そうさ、そいつが舞踏会で次のエンマ大王になろうとしてるって玉物前が白状したぞ。俺たちはそいつをぶっ倒して姉ちゃんたちの魂を取り返すんだ。ねえ、それに俺たちもう一つここに来た理由があってさ。はい。ええ、エンマ舞踏会の日に生まれるという次のエンマ様を私たちは救いに来たんです。そっか、これから生まれるんか。奪われた魂を取り戻すため、そして次のエンマを救うためか。なるほど、承知した。お前たちのエンマ舞踏会に出場を認めよう。あっさり信じる。やったー、本当にありがとうエンマ様。ただし一つ条件がある。このエンマ舞踏会、本来は強き妖怪のみが選ばれ出場資格を得るもの。したがって人間であるお前たちはその魔導鏡で挑戦者としての核を示さねばならんぞ。んー、魔導鏡の核。なるほど、妖怪王子のランクのことだな。おばばのところであげられるだけあげておこうぜ。 A まで行ってよ。ああ、これでようやくヤツに近づくチャンスができた。やったな、シン。いけるやろ、 A やったら。うん。ところで魔導鏡を身につけしこらよ。お前たちの一団、名は何と申すのだ。妖怪探偵団。何みんなアイコンタクトで。ああ、俺たちは人間界と妖魔界の平和を守る仲間、妖怪探偵団です。なるほど。妖怪探偵団とな。わかった。その名で舞踏会に挑むがよかろう。おい。舞踏会の開催間近だ。早々に準備を進めておくかよい。実際に戦うんかな。ああ。よし。今日はみんな、俺の家で休もうぜ。作戦会議もやっておかないとな。ん、じゃあ一回また過去に戻るの？過去の人間界に。てかあれなんや、エンマ様ってこうなんか大王様なんていう、代々家系でなっとんかと思ったら大会で決まるんやね。じゃあ別にここの子供ってわけじゃないんや、あのエンマ様。本当によろしいんですか大王様、あのような怪しい者らをエンマ舞踏会に出すなど。ぬらりよ、このエンマ舞踏会、私はただ強き者に王位を渡すつもりはない。本当の力とはどういうものなのか、それを知る者こそ王位を得るべきなのだ。はい。
次のエンマ様を救うというあの者たちはその力を知っていると。さてな。だがこの戦いが始まれば自然にわかることであろう。あの者たちには大いなる力がついておる。我らの命運すら変えるほどの何かかな。あれがエンマ大王、ごっついおっさんだったな。もうそういうこと言わない。大王様に失礼でしょ。高城邸で休もう。さあ高城邸で休もうの、ね、もしかして鏡の中これ、そういうこと。なるほどね。あ、それでか。なんか急激にこの鏡の真前に閻魔大王現れたんかと思った。そういうことではないわけやね。なるほどなるほど。じゃとりあえず、まあ、高城邸で休もうっていうことなんやけど、まだ別に夕方5時半やし、私はこの妖魔界でちょっとやりたいクエストがあったけん、それをやっていこうか。ほい、ということで、ちょ、遠いな。遠いな。ちょっと近く、近くへ、近くへ。もしかしてこれ外に出たらなんかイベントある？そういうわけではないっぽいね。あれか、雲外峡が示されてるだけかな、もしかして。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、とりあえずメインに移る前にサブの方やっていこうか。